作編。皆さん、今日は名作アリとキリギリスについて考えましょう。アリとキリギリスといえば、アリが働いている間サボっていたキリギリスが冬になって凍えてしまうという話。ではこの名作の教訓が何なのか分かる人はいますか？はいはい、分かりません。はい、分かりません。はいはい。スイーツくん、分からないときは手を挙げないでください。バカすぎる。他に分かる人はいますか？はい、暖房は大事だということだと思います。違いますね。でも暖房があればキリギリスが凍えることもなかったんじゃないですか？でもそういうことを教える話ではないですね。先生、僕も床暖房があったら冬でも凍えないと思います。床暖房ができるよりもっと昔の話ですからね。先生、床暖房の歴史は意外にも古く、古代ローマの時代からハイポコーストと呼ばれ、火で温めた空気を。床暖房しつこいな。どうなんですか先生、アリとキリギリスは床暖房の話なんですか？あ、やばい、先生切れそうです。誰だ床暖房とか言い出したやつ。君たち、明日までにもう一回きちんと考えてきなさい。いいですね。はい。アリとキリギリスの教訓を発表か。意外と難しいな。どうしたらいいんだろう。転校すれば解決ですよ。大恥な解決法。床暖房の歴史を語るのはどうだ。それでブチ切れられてんだよ。あ、俺いいこと思いついたぜ。いいこと？実際にアリとキリギリスの気持ちを味わってみればいいのさ。なるほど。でもどうやって味わうの？今ちょうどうちの家が散らかってるんだ。散らかってる？おい、アリども、チャキチャキ働けよ。なんか納得できないな。こんな話じゃない気がするです。ほらほら、キリギリス様がサボってる間に働くんだよ。はい、ほらみんな手が止まってるよ。スイーツはなんでそんなに必死なの？その荷物はそっち、それはこっちに運ぶんだ。お前のポジションはなんだ。おい、貴様はこの炭素を2階に運べ。はい。スイーツ頑張りすぎだよ。ああ、なんか暇だな。ねえ、キリギリスって何してサボってたんだっけ？確か、バイオリン弾いたり音楽聴いたりしてたんじゃないかな。音楽ね。よし、そこのアリ。はい。なんか歌え。え？歌？あ？誰に口答えしてんだ？俺はキリギリス様だぞ。このキリギリスどんだけ偉そうなんだよ。じゃあ、一曲だけ。うん。よ、よ、マイチェックワン、ツー。歌ってラップなの？よ、行くぜ。みんなの憧れ、俺はスイーツ。好きな食べ物はシュークリーム。喋る言葉はいつもユニーク。常に履いてる白いブリーフ。今日の名作アリとキリギリス。難しすぎて割とキリギリス。俺のマブたち名作食う。ツッコミのスキルマジ抜群。みんな気になる床暖房。うちの物置マジ頑丈。イエーイ。なんだこの状況。超クールマンネン。もう毎日ラップの練習しててよかったよ。地道な努力が実を結んだんですね。毎日1000回壁に向かってイエーと言い続けた甲斐があったよ。それ意味あんの？だいたいアリとキリギリスの気持ちはこれでわかったな。これで大丈夫？おい、どうするんだよ。何も分かんなかったけど。それでは皆さん、アリとキリギリスの教訓分かりましたか？はい、スイーツのラップのように毎日コツコツやらないとダメってことだと思います。おお、正解ですね。正解だった。イエーイ。めでたしめでたし。